プログレス M-06M はロシア連邦宇宙局が2010年6月に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA ではプログレス 38P などと称される。ISS にドッキングした38隻目のプログレスであり、2010年では3度目であった。プログレス M-06M の打ち上げに使われるソユーズ U は サマーラの TSSKB プログレスで組み立てられ、2010年3月にバイコヌール宇宙基地に輸送された。M-06M は2010年6月30日15時35分に15発射台から打ち上げられた。搭載貨物には8 7 0ラムの燃料、5 0ラムの酸素と空気、1 0 0ラムの水と1 2 1グラムの物品、スペアパーツ、 実験装置類が積まれた。M-06M はまず193から 241km の高度の軌道に到達し、2日を超える正確なエンジン噴射によって、スケジュール通り、7月2日に ISS のズベズダのアフトポートへのドッキングに向けた位置への誘導が行われた。2010年7月2日の近接する M-06M2010 年6月2日の ISS への近接の間、M-06M は重要な通信エラーによって、ドッキング作業を中止した。M-06M は、安全な距離を保って、ステーションを通り過ぎた。モスクワのミッションコントロールの公式発表によると、ISS への近接は 2km ほどの位置までは、うまくいっていたが、その後 M-06M の、クルス自動ランデブーシステムがそれ以上の動的操作を、 禁止するコマンドを発したとされる。ISS の M-06M の間のテルメトリは、ドッキング計画の25分前に失われた。NASA によれば、最も類似するドッキング中指令は、トルのクリスト TB トランスミッターの作動が原因となって、トル主導ランデブーシステムとの間で干渉し、宇宙機と ISS の間のトルコマンドリンクの喪失を起こして、 プログレスのドッキングの中止の原因となった例が存在する。ロシアのフライトコントロールチームは後にドッキング試行を中止した際もクロスシステムが正常であり、当初信じられていたように失敗はしていなかったことを確認した。RSC エネルギア事故調査委員会はドッキング失敗を調査し、宇宙機のバックアップ手動近接制御ループの 動作モード中止コマンドが異常に発生したと結論を出した。コマンドによって、トルメートル波信号回線とズベズダモジュールのトルパネルの運用ボタン操作に干渉が発生した。再度近接する M-06M 中断の後、状況が査定され、2度目のドッキング試行が7月4日に計画され、これは7月4日16時17分に成功した。 クルス自動システムによる自動飛行によって M-06M はズベズダのアフトポートにドッキングした。第24次長期滞在のクルーは到着を監視し予防措置として2度目の試みでは取るシステムは作動させられなかった。ドッキングはロシア、カザフスタン、中国、モンゴルの国境上空あたりで行われた。止め金と掛け金は数分後にかけられ、 19時30分頃プログレスにクルーが入れる状態となった。ソユーズトマ -18 の着陸とプログレス M-07M のドッキングの状況改善のため、M-06M の姿勢制御スラスタに支援された ISS のリブーストは2010年7月16日に開始した。宇宙ステーションシ主区各中央コンピューターからの指令によって、 M-06M のエンジンが6時42分30秒から開始された。1065秒の稼働によって 3.7km 上昇し、355.2km の位置に上げられた。ドッキング解除後の M-06MM-06M は排気頻度を積み込まれ、2010年8月31日11時25分に ISS からドッキングを解除した。 ドッキング解除は宇宙機への指令が11時19分に発行され、3分後に解除される予定であったが、指令が22分に発行されたため若干予定から遅れた。ドッキング 5M-06M はレーダープログレス実験を行うために軌道に残された。2010年9月6日に太平洋上で軌道離脱し、燃え残りはスペースクラフトセメタリーに落下した。 逆噴射は、モスクワ時間で16時13分50秒から行われ、燃え残りは、モスクワ時間16時53分に難易42度07分、成形138度25分の位置に落ちたとされる。ありがとうございます。